お疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それでね、今日ちょっとね、収録する時間が遅くなってます。はい、だからこの動画が投稿されるのは結構遅い時間だと思います。申し訳ありません。はい、それとね、Twitter ですか、 X、あれがね、開かなかったんですよ。ずっと。それがね、今日、再起動したんですよ。携帯をね。そしたら入れるようになったんですよ。なので今日からまた、Twitter もやっていきたいと思います。はい。ぜひ皆さん、フォローしてください。お願いします。それで、今日の、どうでもいいプライベートの話なんですが、昨日の夜ね、友達とご飯、食べたんですよ。まっちゃんも一緒にね。その友達っていうのが、そのムーさんを連れてきた人間なんですよ。自分が大阪に入った日、昼間にね、一緒に昼ご飯を食べた人。その人なんですけど、その人のことはまっちゃんも知ってるんですよ。今まで何回も会ってるんですよ。でもまっちゃんはムーさんのことを知らないから、ムーさんは連れてこんといてくれと。もうまっちゃんと、ややこしいことになったらダメだからね、もう連れてこないでくれって言ってたんですよ。それで、自分の知り合い2人と、まっちゃんと4人で、梅田でご飯食べてたんですよ。その自分の友達がね、ムーさんほんまに考えてるよと。ほんまに、ポンさんのとこに行きたいと。東京に行きたいって本気で考えてるよと。まあそんな風に言われたんですよ。で、自分は、無理やと。ムーさんを、抱える力が俺にはないと。もう爆弾抱えてるようなもんやと。それで自分の友達がね、ムーさんに電話をかけたんですよ。ムーさんとポンさんも無理や言うてると。だから大阪で頑張って生活していきと、まあ、それで電話を入れたんですよ。そしたらムーさんはね、今鶴見区の方で知り合いの余ってる部屋でね、寝泊まりさせてもらってるらしいんですよ。で、まあ仕事はまだ決まってないんですけどね。まあ仕事も探して頑張りやと。まあそんな風に、まあ自分の友達が言ったんですよ。そしたら今、みんなでいてるのと、ムーさんが聞いてきたから、自分の友達が、あ、みんなでいてるよと、ちょっと仕事の話してんねんと、言ったら、行ってええかってなったんですよ。そっちに。だから、いや、仕事の話してるからって、まあ自分の友達も断ってたんですけど、ちょっと自分も、ムーさんのことがかわいそうやなって思って、来れる足あるんだったら来たらわって、まあ言ったんですよ。そしたら、足はありますと。行きますってことになって、ムーさんが来ることになったんですよ。だから鶴見区から梅田まで、自転車で来るんですよ。40分ぐらいかかってきたんだな。それで、はぁ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 言いながらね、お店に入ってきたんですよ。そしたら、まっちゃんは、ムーさんの存在はもう前から知ってるんですよ。そんな人間がいてるってことはね。でも、顔を合わすのは初めてなんですよ。で、まっちゃんに、ムーさんが来るまでに、もうまっちゃんこういう人間やから、もう絶対に、いじったこととか、バカにしたようなことは絶対言ったらあかんよと。もう頼むよと。で、自分の友達も、もう頼むからそれはやめてくださいねと。蹴れたら、ほんまに何するかわからんからやめてくださいねって。まあ、自分も言うし、自分の友達もまっちゃんにきつく言ったんですよ。で、まっちゃんも、そんなん分かってるかなと。俺もそんなもん誰がなしに、アホなこと言うたり、冗談せえへんがなと。何の心配しとんねんと。大の大人が、みたいなね。感じで言ってたんですよ。それで、ムーさんが入ってきたんですよ。で、あ、ムーさんこっちやで、と。座りよ、と。そしたら、まっちゃんは初めてやから、ムーさんもまっちゃんの顔チラって見たんですよ。で、まっちゃんもチラって顔を見たんですよ。で、まあ、紹介して、お互い簡単にね、紹介して。そしたら、まっちゃんが、いきなり、ブンブン、ハロー、まっちゃんです。って言ってね、ヒガキの真似をしてるわけなんですよ。自分はそのヒガキあんまりわかんないんですけど、自分の友達が、それヒガキの真似ですやん、とか言って、まあ、言ってたんですよ。で、まっちゃんも、よーしてるな、とか言って、ムーさんなんか、刑務所ばっかり行ってるから、もちろんヒガキのことなんか知らないんですよ。でも、まっちゃんはどっかでそれを覚えたんでしょうね。ムーさんはしらっとしてるんですよ。何この人、みたいな感じでね。でも、まっちゃんはしつこくするんですよ、それは。ブンブンなんとかですとかね。するわけなんですよ。でも、まっちゃんは思んないからと。もうやめとこうと。思んないわ、って言って。
な自分言うて食べたんですよ。それで戻さんと、なんか好きなもの飲んでと言ったら、いやもうお金ないからもう水だけ飲ましてもらいますよと、まあそんな風に言い出したんですよ、遠慮してね。でもみんなが一斉にそんなもんいいやんと、金の心配なんかしなと、好きなの飲んでと、お酒飲んで美味しいもん食べてっつって、まあそんな風に言ったんですよ、自分も自分の友達もね。でムーさんがみんな何飲んでるんかなと、こう目をねちょっと険しい目にしてね、みんなのドリンクの入れ物をバーッと見出したんですよ。そしたらね、まっちゃんがムーさんの顔をじーっと見てるわけなんですよ。でまたなんかおもんないこと言うんかなと思って、自分もヒヤヒヤしてたんですよ。そしたらいきなりね、まっちゃんが爆弾発言したんですよ。ポンちゃんと、俺もフォローするから、この人間東京連れて帰ってポンちゃんの目の届くとこに置いたりと、俺もフォローするっつって言い出したんですよ。で何を言うとんねんと、何の爆弾発言やねんと、ムーさんの目の前で。ムーさんはその気になるわけですよ。え、本当ですかと、ありがとうございますと、迷惑かけないように頑張りますと、東京で頑張りますみたいなこと言うわけなんですよ。でもいらんこと言わんでええのにこの男はと、自分はねまっちゃんに思ってたんですよ。でもそういうふうに言ってしまったから、まあでもすぐっていうわけにはいけへんけど、どれか考えますねって自分はまあそんな感じにまあ濁したんですよ、話をね。そしたらその時に自分の友達が、まあムーさん何かとりあえず飲み物頼みよと、あの従業員の人がずっと待ってくれてたんですよ。でも待ってくれてるからなんか頼みよと、そしたらムーさんがカシスオレンジって言ったんですよ。なんかカクテルかなんかのね、女の子が飲むようなお酒を頼んだんですよ。そしたらその瞬間まっちゃんが、おかまかこらー言うて、男だったら男らしい酒飲まんかいと、何がカシスオレンジじゃこらーって言ってこうバンって言ったんですよ。ちなみにね、ここからちょっといい話なんですよ。映画のワンシーンのようなね、物事がちょっとあるんですよ。それで、ムーさんがね、何っつって、まっちゃんを睨んだんですよ。まあそうなるんですよ、ムーさんやから。それで、まっちゃんが立ち上がって、なんじゃいこらっつって、こう言ったわけなんですよ。ムーさんもガッと立ち上がろうとしたんですけど、ムーさんはね、下向いてね、ぐっとこらえた顔したんですよ。71歳のおじいちゃんですよ。下向いてね、握り拳作ってぐっとこらえたんですよ。じゃあ、芋焼酎水割りで、ってこう言ったわけなんですよ。まあ我慢したんですよ、ムーさんは。それで、まっちゃんがね、ムーさんと、それやでと、それが男やねんって、東京行って、ポンちゃんの世話になるんか、自分で頑張って物事していくんか、それは俺には分からへんと。でもポンちゃんは、道は作ってくれると。東京に来て住むとこ、仕事、この道は作ってくれると。あとは自分で頑張っていかなあかんねんねと。腹立っても我慢せんなあかんねんと。それやで、ムーさんと。我慢しやっちゅうて。こう、まっちゃんがね、言ったわけなんですよ、ムーさんに。かっこいいことを言ったんですよ。そしたらムーさん涙流してね、ありがとうございますと。今の言葉は一生忘れませんっちゅうてね。ムーさん、ムーさんで涙流しながら言うわけなんですよ。もう映画のワンシーンのような感じで、もう自分もちょっともらい泣きしそうになってね。で、ムーさん頑張りよと。俺も頑張って、ムーさん住めるとこと、仕事見つけるわと。で、まっちゃんも協力してくれる言うてるから、ムーさんも刑務所行ったらあかんよと。牧師になるようなことしたらあかんでと。わかったって言って、まあみんなで言ったんですけど、まあ自分は基本的にムーさんには敬語だったんですけどね。昨日、そういう状況になったからもう、わざとタメ口で喋ったんですよ。そしたらムーさんも普通に、それに腹も立てやんと、普通に喋ってくれたんですけどね。はい、まっちゃんの爆弾発言で、まあ大変な日々が続くと思いますが、頑張ってムーさんの住むとこと仕事は見つけようと思っています。はい、ということで今日はアホのまっちゃんの爆弾発言でとんでもない方向に向きました。はい、ということで今日のどうでもいいプライベートの話はこの辺にしたいと思います。じゃあ。